だよ。はい、アッパーカット。ケンスケさん。はい。はい。ケンスケさんにね、ケンスケさんにではないんですけど、ちょっと質問が来てて、はい。福島県にお住まいの、ドーナツ屋さんのアッキーナさんって人からね、質問が来てるんですけど、はい、男の人みたいですね。かっこ男性って書いてあります。はい。アッキーナさんは、ドーナツ屋さんなんですけどね。アッキーナさんは、柔術で横四方取られて、はい、まあ、つまり抑え込まれたってことですよね。抑え込まれてから、逃げれないと。うん、なので、まあ、抑え込まれてからガードに戻す方法を教えてくれと。はい、まあ、単純に、横四方からのエスケープですよね。教えてくれということなんで、ケンさんどうですか？結構得意ですか？そうですね。はい、あ、マジですか？マジですか？文太さんみたいな、もう体格筋肉質な人に、こういう大きい人に抑え込まれても大丈夫ですか？ここまでちょっとわかんないですけど、まあでも。はい、はい。じゃあ、基礎的なことなんでね。ちなみに、アッキーナさんは白帯で、柔術始めてまだ2ヶ月らしいです。はい。はい、なんで、初心者向けのやり方で、はい。はい、お願いします、はい。はい。じゃあ、お願いします。はい。じゃあ、僕が押さえ込まれるですね。はい。じゃあ、普通に、首にテーマはして、まあ、この辺の手の位置って、まあ、変わりますけど、まあ、足持ちも持ってますから。で、こっからで、言いますかね。はい、はい、この状態で、で、僕のこっちの手は遊んでると相手にアームロック取られたりするので、まずどこか、帯、帯が一番いいですかね、帯のあたりを握っておきます。で、今僕の左手は基本的にフリーになっているので、ここで相手の腰を、逆になります。はい、ローリングしてください。こっちの手で左、僕の今の左手です。左手で相手の腰骨を押していきます。で、ここで隙間を作って、で、そこで自分でエビを使って相手と、僕の体の間にスペースをまず作ります。で、この状態で膝を入れられれば膝を入れて、で、足を絡んでガードを戻していく。もう一回お願いします。はい。はい。こっちから行くと、今度はこっちの手が遊んでると相手に関節取られちゃうので、この手は基本的にどっか握った状態で、こっちの、今であれば僕の右手が自由になっているので、この手で相手の腰骨を押しながら、指を使って自分と相手との、胸のスペースを作っていって、で、そこから膝を刺して相手の股に掴んでガードに戻していくと。はい、ちょっと文太さんが大きいんでなかなか足が入らないですけど、じゃあケンスケさんちょっと一人で文太さんいない状態でエアーでやってもらっていいですかね。はい、エアーでいくと、この状態で指を使って距離を取って、で、向き合う、そしてガードに戻すと。はい、はい、もうじゃあ今度文太さんもちょっとやってもらっていいですかね。健介さんに抑え込まれてください。はい、じゃあこっち側の手を押さえ取られないようにまず持って、まずこっちの手で相手の腰骨を押す、押したところに、エビを使ってガードを入れ込む、で、足を引っ掛けてガードに戻す。ケンスケさんどうですか、文太さんの戻しは。はい、あ、でもできてます。できてますか。はい、文太さんは再度、はいはい、抑え込まれた時、まあ横四方取られた時、はい、どうしますか。鉄砲返しとかやりますか。まあそうですね、正直なんだろう、自分がやるような100キロ超級とか の超ド級の相手とかだと、こういうことすると逆にぶっ潰される可能性があるんで、全部体重と筋力差で、こういう時はもうおとなしくブリッジを狙っちゃった方がもういいかなみたいな、もういっそも確率の話になっちゃいますけれど、技術的にはこっちの方が間違いなく正しいです。ブンタンちょっと抑え込まれてくれます。あ、はい、ケンスケさんに抑え込まれて、で、ケンスケさんが126キロだとします、はい、そうするとブンタンこれもう潰されるってことですね。もうこれは下手にこうしようとすると、うん、逆に相手にブルドーザーみたいにもう詰める隙を与えちゃって、完全により詰まっちゃうんですね。はい、
なるともう確実にもうどん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 返せそうな確率がどんどん小さくなってしまうんで、ですね、こうなると両足を踏ん張って頭を抱えて、人間って頭向いてる方向にしか力出せないんですから、頭を抱えて頭の向きを変えさせて、でそこからですね、一回こっち側にブリッジします。でブリッジしてちょっとだけ隙間を作ります。でその瞬間に反対側に、健介さん、これ文太さんにやられた時ありますか？これやられましたね。やられました。僕多分35、6回やられてるんですよ。結構みんなこれ文太さんにやられてたような気がするんですけど、これですよね。今見て思ったんですけど、多分これやられてたんだなと思って。そうですね、本当に正直も自分の柔道かなり重量級相手にもう特化しちゃってるんで、もう返すってなるとこっちの方が先に体に出ちゃうっていうか、もちろん技術的にはこっちの方が間違いなく正しいです。はい、今文太さんが返したのは、はい、普通の人はなかなかできないってことですね。できないです。はい、そうですよね。同じ体格が、はい、そうですよね、間違いなく自分より20-30キロ重い相手になるんです。なるほどね。プラス自分にある程度筋肉がある状態で一気にパワーを発揮できる体格をお持ちの方だけができるっていう。下の人がいろんな意味で、フィジカルないとダメってことですよね。バネにしろ筋力にしろ重さにしろってことですよね。そういう人が体重を30-40キロ上の相手に抑え込まれちゃった場合のみの限定的な返し方です。健介さん無差別思考ですよね。前言ってたっすよね、格闘技はもう体重とかいうやつは弱えって言ってましたよね。そうですね。ってことは健介さんの対戦相手で文太先輩ぐらいの体格の人いるかもしれないんで、これ気をつけないといけないですね。確かに気をつけないです。これ気をつけ、これ俺文太さんにやった時なんかおっしゃーと思って大丈夫だろって安心してたらスパッて抜かれたんですよね。普通だったら返されないのに安心してたとこで、人生と一緒でね、調子に乗ってるとやられるみたいなもんで、正直軽量級の人に相手にやると、うん、これも反応されて逆にマウント取られたりとかいろいろされるんですけれど、その止まってくれるんでありがたいですね。俺反応できなかったっすよ。返されちゃった。軽量級で言うても、もうとんでもないフィジカルプラス反射神経の持ち主みたいなやつ。すごいやつってことですね。完璧に取ってきますからね、本当に。わかる。これブンさん名前的には鉄砲返しでいいんですか？まあ足の鉄砲返しみたいなもんですね。足ですね。鉄砲返しは本来袈裟固めを返す技として出されたものなんですけれど、紙四方返すのって鉄砲って言われるじゃん。違うです。紙四方か、紙四方、いや、大丈夫、普通に袈裟固め、普通に袈裟固め、袈裟返すの鉄砲返しですか？でもこれもっと一般的に言うんですかね。そうですね、大体もうみんな鉄砲返しでもまとめて呼んじゃう。そうだよね。なんか俺そう聞いた時があるよ。まあ名前の話はどうでもいいんですけどね。まあこういうのがあるってことですね。まあ普通の体格の人であればね、文太さんみたいに筋肉マンじゃなければ基本は健介さんが今やってくれたのをやった方がいいってことですね。間違いないです。わかりました。これアッキーナさんもこれで逃げてくれるといいですね。はい、アッキーナさん頑張ってください。